おはようございます。おはようございます。本日は3月30日、はい、水曜日、水曜日、本日はですね、はい、明日開催されます前日ね、ベベタン、はい、それのですね、はい、ドッキリロケを開催します。今回は、はい、まさにですね心霊スポット、心霊スポットにもう本場もんのね、皆様ご心配なさるそこはちゃんと考えてます、我々はですね、決してね、あの心霊スポットを冒涜するようなこともしたくないと、で競技の結果ですね、はい、普通の場所に行きます。そうそう競技からはですね、大原隧道、大原隧道、はい、有名な映画とか、あとアーティストさんの PV とかで使われてる場所らしくて、ね、さっき書いてあったね、はい、ただのトンネルです、でもそこに行く道中で、まるでその地がホラーの場所なんじゃないかというドッキリを仕掛けたいと思います。そうですね、やってみようということで、現在、岡部家の前にいます。そうだよ美咲ちゃんとも連絡を取り、はい、もう、拉致る準備はできていると。そうです。ああ、ここからは本当にやらせなしの、あの彼は本当に何も知らないだから横、いわゆるあれだろ、横付けでドンだろ、横付けドンが、まあ、一番面白いですね。横付けドンが一番、だからあそこの中から出てくる。ここはベベの家が映ってしまうので音声だけでお楽しみくださいませ。通報される。マジ通報される。早く早く出てきて。出るのに手間取ったんだね。ゴー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 。見えますね、見えますね、あれです、見えますね。まもなく左方向です。その先吉野さん、開きません開きません、ドアが開きません。はい、開けてください。開きました。加工。加工。加工。マジで怖い。加工。マジで怖い。僕は。ありがとうございます。ちょっと待って、ちょっと。ご協力ありがとうございます。ちょっと待って。容疑者加工です。待って待って待って。ちょっと、行きますよ。どこに？どこ行くの？行きますよ。どこ行くの？美咲ちゃんほっぽってきちゃってますけど。美咲ちゃんには全て説明してあるので大丈夫です。まさかよめちゃくちゃ怖かったんですけど車がよそよそ出てきてこれでもう終わりってことですか。いやいやいや、どっか行くんですか。メインイベント終わります。マジか、マジか。そのためにこんなでかい車借りない。いや、マジでかいっすね、いつも拉致用の車です。拉致用の車。なんか、他の人積んでる。もう一人ぐらい拉致。こんなでかい車。ちょっとカメラを定点にしたいですね。真っ暗ですよ、外も。もう。だからですよ。だからです。ちょっと嫌だよ、その、嫌ですよ、その、スポット的なのは。いや、なんか、心霊スポット的なのだったとしたら、いや。下手くそだな。嘘隠すのが下手くそなんだとしたら。そんな、だったそれは。だったらそんな暗くなっていく必要ないじゃん。ええそれはなんで、それはなんでえ、怖っ。一応到着8時前後です。8時前後？遠いです。今18時ですよ。遠いんです。はい。ということで、はい、暗い今日はこれぐらい暗い方がいいです。どういうことよ。そうですね、今から向かう先は、発表ですか。はい、はい、関東随一の心霊スポット。本当に無理。注意書きには絶対に遊びで行かないでください。それ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 、親切に書いてくれてるじゃないですか。はい、でもこっちから遊びじゃない。遊びだ、遊びだわ。ニンニクとか食ってこない。吸血鬼出る幽霊とかじゃなくて吸血鬼では。
アフターケアとしてですね。アフターケア、はい。ちゃんとしたお払いができる方も、この後、お会いすることになっております。何それ。よくないって。ただ危ないので、アフターケアまで充実させていただきました。アフターケアって。我々も嫌なんでね。いや、みんな嫌なら行かない方がいいからですって。霊媒師の方は、もうここは包み隠さず言いますが、はい、1回3万円です。高っマジで。いや、お一人様です。ちょっと待ってよ、本当よくないって。3人で9万ってことですか。どういうことや。嘘でしょ、ダメだよ。いや、身を守るためだから。やっぱいや、だったら9万円で美味しいもん食べましょう体験談みたいなのね、すごいいっぱい調べたんですよ。はい。その場所がやっぱり一番いいと思う。いいってなんですか、その。え心霊スポットにおいてのいいってどういうことなんですか。いや、ガチってやつ。いやいや、ダメってことでしょ。ちゃんとダメってことでしょ。ちゃんとガチ。いや、よくないよ。でも俺もドキドキしてるよ。これ結構そういう体質だから俺。いや、もうやめた方がいいですって。幽霊俺見たことないけど。飲みなんかまたちょっと心霊スポットに行こうという話になる。いや、一番ダメなパターンです。男2人女2人のベタな構成でベタな地元のハイトンネルに行くことになった。トンネルにまつわる噂もよく聞くので、手を離すとそこには何もありませんでした。おー、びっくりした。何？おー、びっくりした。大きいのでか。おー、びっくりした。おー、びっくりした。大きいのでか。びっくりした今俺。おー、びっくりした今。やめてよ。なんかサワサワって耳元でしたと思って振り返ったら、大きいのでか。びっくりした今。すごいね。この二人と車乗ってこんな憂鬱なことないな。エブラさんはとりあえず手を叩くことね、うん、いや、やっちゃいけないって言ってるじゃないですか。あと鏡。鏡ね。鏡持ってきてるけど。本当にやだ。マジか。どっかで嘘だと思ってた。マジ？俺まだどっかで信じてないです。信じてないというか、そんなことする人たちじゃないってことを信じてる。逆に、ね、遊び半分で。遊び半分でそんな心霊スポットに行くような人たちじゃないってことを僕は信じてる。あの噂の久保山墓地。なるほど。これまっすぐにね。まっすぐ。本当だ。ナビに久保山墓地って書いてある。マジじゃん。マジかよ。マジだっつってんだよ。マジかよ。マジで心霊スポット来てんじゃん。嘘でしょ。本当っぽい。本当っぽいじゃない。本当だ。マジか。これ左手出てる。あ、これまっすぐで大丈夫。マジで？嘘じゃなかった。本気だった。この人たち本気だったよ。みんな。着きました。ガチじゃないですか。今手渡されたものを出していただいていると、うん、手鏡ですね。手鏡、はい。これを今ちょっとやってみてください。後ろ見てみてください。いや、怖えわこれは。あとミッションは手を叩くこと。一番中央がいいらしいです。結構長い洞窟というかトンネルらしいので、うん。すごいね。コンビニに行くっつって家出たらもうここにいるんだよ、お前。なんで携帯のカメラこのぼやけてんだろう。すごいですね。こっちです。見えました。今んとこ心霊的なやつより
暴走族の怖さ。え、標識って逆サイにあるのかな。逆サイなの。あ、違う、標識取れちゃってるじゃん、もう。あ、本当だ、取れちゃってる。ないわ。え、めっちゃゾクッとした、今。ちょ、とりあえず。ね、なんでこんな曇ってんのかね、見て。本当だ。何？ね、やめた方がいいんですか。帰ろう。行きましょう。行きましょう。行きましょう。とりあえず標識のところで写真を。じゃあ写真俺、俺ので撮りたくね。で、まっすぐすっごい。すっごいね。これすっごいわ。うわ、響く音。マジちょっとここで手叩いてみる。いや、マジ無理、ちょっと待って、無理。なんで一回叩いて、寒くね。うん、寒い。ここめっちゃ寒い。ちょっととりあえずさ、真ん中ぐらいまで行ってみてもらっていい？めっちゃ握ってもらって。いや、それ最近する。何やってんの、こういうので、うん、怒られる。入ってみ、ちょ、一旦入ってみてください。キリクリソンのような距離感バグるかも。あ、距離感バグるね。すごいね。あ、行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。持って、自分で持って。無理ですって。無理無理無理。一回大丈夫大丈夫。え、これ行ってどうするんですか。中心で手を叩いて、はい、この人ダメだ。じゃあ行ってきます。真ん中で手叩いて鏡で見ればいいな。で、ちゃんと前方向に、そう、前に自分の顔としてもらえる。マジで何なんだよ。心霊スポットと名ばかりの、トンネルをですね、心霊スポットだと信じて歩いて。何どうしたの、どうしたの。変な音する気がする。変な音する気がする。変な音確認してる。戻ってきたらダメだよ。戻ってきたらダメだって。トンネルの真ん中あんまり歩かない方がいい。ただの住宅街です。はい、この辺かな。真ん中まで来ました。真ん中、うん、変な音する。真ん中変な音する。じゃあ、うん、鏡で後ろ。はい。何か起こってくれ。何か起こってくれ。こういうことでしょ。よかった、何もないよ。背中痛いぐらいだけど俺。背中痛いっすか。人がいるんだな。え、霊感のある上さんに背中痛いですか。背中痛い。寒い。うん、寒い。背中痛い、俺。なんで背中痛いんですか。でも息苦しいね。あ、ここ中央ってここ書いてある。あ、本当だ。ここ真ん中だ。結構あれだね。手叩きますか。はい、やってください。叩いてどうするんでしおおおお、すごい音だね。じゃん、中央って書いてある。やだね。なんか捨ててありますよ。ほんだ、ほんとだ。マジか。つまようしちゃう。お酒ほど。なんか立ててありますよ、つまようしか。ちょっと待って。じわじわくる。この絵が怖い。
ちゃんと遠くまで来ました。いやーマジで本当に心霊スポットに行くとは思わなかったな。ガチです。ガチだったな。なんか途中ずっと疑ってるから。いやーまさかそんなひどいことすると思わなかったな。いやーどうでしたか岡部さん。いやー悪い気分。心霊スポットでもないところ行ってわーわー見てね、わーわー叫んで、え、やばやば怖っ、え、何それ、こんな、なんか聞こえたよね。あそこただのトンネルです。え、すごいすごいわ、すごい。ガチで俺らも嫌なんだよ。うわ、よかった。よかった。俺今日あの初めて価値観合わないかもって思ってた。トンネル行くためだけに2時間車走らせたんですか。そうです。俺あの途中まで行って走って戻ってきてるのと超ダサいんですけど、クリエイターとして の, あの見直した。すごい企画力がすごい。ということで、ああ、はい、いやもうあっぱれです。